年どんな年だったかということと、来年の目標とかこんな風なことをしたいっていうことがありましたら教えください。2019年は、まあ、バラエティもモデルもプロデュースの方も頑張りつつ、裏でこそこそいろんなことをやっていて、2020年にたくさん新しい報告ができそうなので、それを目標です。あとラジオをやることになったので、2020年はちょっとラジオの年じゃないですけど、なんか新しい自分が出せるといいなと思います。2019年はぼちぼち頑張ってました。はい、2019年はドラマで始まらせていただいて、1年間バラエティとかもたくさん出させていただいたんですけど、個人的には雑誌のジェリーっていう雑誌に出させてもらっていることがすごく、自分の中ではモデルの仕事も最近してるのですごく楽しかったなっていうのがあります。2020年は大人になるのではっちゃけたいなと思います。ありがとうございます。十分はっちゃけてない、私は今年はすごくこう役の振り幅が大きな年でした。コメディ作品から社会派な作品までやらせていただいて、すごく勉強にもなりましたし、充実した年でした。で、来年ももっともっと幅広い役をこうリアリティを追求しながら楽しんでできたらなと思っております。2019年は中学3年生で、中学校最後の学業、日本語がおかしい中学感染しちゃった、感染しました中学校最後の年なので、学業がすごく楽しくて、友達と一致団結してなんか勉強をしたりとか、なんか学校に行くのがすごく楽しかった年でした。で、フィギュアスケートの方では悔しい経験をたくさんしたんですけど、その分その経験から目標がすぐに決まって、来年に向けての目標がすぐに決まったので、それはすごく良かったですし、2020年は JK になるのでやっぱり高校生で義務教育ももう終わるので、ちゃんと自己管理をして頑張らないといけないですし、なんかちょっと緊張してる部分もすごくあるんですけど、大人になるための道を作っていけたらいいなと思っています。今年1年を漢字一文字で表すと何になりますでしょうか。積み上げる積み上げる方、どんな漢字か分からないですけど、積み上げる方の積むです。理由は今22の代の、まあ、21なんですけど、今まで友達が自分はいないんじゃないかって思ってたんですけど、自分から行動してみようって思ったら、今すごい友達が増えてっていうのもあって、今すごい楽しいですっていう積むと、あとお仕事はそうですね、2019年本当に裏方なんじゃないかって思うくらい、まあ、お洋服もそうだし、まだ言えてないこともいろいろなんか裏でつむつむしてました、はい、積み上げてました。なのですごい積み上げた年だったなって思います。私は新、新しいって書いての新、2019年は、東京に来て新生活が始まって、もう新しいことばっかりで、お仕事でも初めてのドラマだったり、初めてのラジオだったり、いろんな新しいことが始まったので、それを全部まとめたらシーンです。始まりの字を一文字2019年にしたいと思います。理由はこの今騎士流戦隊リュウソージャーという作品でピンクをやらせていただいてるんですけど、なんだろう、お芝居をこう毎日、ほとんど毎日こう撮影をしているんですけど、お芝居とこんなに毎日向き合うことって本当になかったので、2019年に入って本当に初めてだったので、すごく自分にとってすごく始まりの年になったので、2019年は始まりという字をしたいと思います。新しいという感じですまずその中学校を卒業して高校に入学したっていう新しいと、そのバラエティのオスカル花金リサーチで初 MC を務めさせていただいてる
のシーンと、あとはそのドラマで今回髪の毛を切りまして、ボブぐらいに、あの16年間生きてきた中で初めてボブにしたので、なんかすごい新しい自分がなんか見えたなと思ったので、2019年は新しいという感じにします。そうですね、私は影響の今日ですかね、今日響くなんかやっぱいろんな人に影響されて、それがすごいいい方向に自分の中ですごい変わってきたなと思うので、あの今日ですし、なんか最近ちょっと知覚過敏になった感じがあって響くなと思ってそれを直せなかった1年でしたすいません。誠っていう字です。今までも役にちゃんと真面目に向き合ってきてたつもりではあったんですが、今年は今放送中のパラレル東京でもそうですし、こう本当真摯に向き合わなきゃいけないことがすごく多くて、で役柄に関しても漫才師だったりとかラッパーだったりとか、ちょっとアナウンサーもそうですし、前からこう準備してこう向き合わなきゃいけないことがすごく多かったので、なんかもっと真摯にちゃんと作品や役に対して向き合いたいなって強く思った年だったので、誠っていう字にします。基礎の木なんですけど、この言葉には土台とかっていう意味があると思うんですけど、今年2019年こう自分の未来を改めてしっかり考えられる時間がたくさんあって、自分が何を本当にやりたいかとかっていうのをすごく考えたので、このお仕事始めて7年ぐらい経ちましたけど、やっと自分の土台ができた感じがしました。縁という字です。縁との緑の方のみんなにご縁の縁ご縁の縁の縁なんですけど、再会した方がたくさんいらっしゃって、今年そうやって再会させてもらってお会いする方がたくさんいらっしゃったので、スタッフさんも含め演者さんとも再会の年だったので、縁というご縁の字にしました。お届けします。漢数字の1です。今年その社会人1年目っていうその1っていうのと、あと私も覚悟をこの年に結構決めて、こう第一歩を踏み出したというか、踏み出し始めたっていう年でもあったので、この1っていうのがしっくりきました。私は恵みという感じです。本当に周りの方々に恵まれて、友達もそうですし、お仕事 のスタッフさんもそうですし、本当に周りの方々に支えられているなと感じたので、恵みという感じです。東京の塔です。東京オリンピック空手スペシャルアンバサダーとして2019年は新しい CM を、毎日新聞で撮らせていただいて、すごく進歩のあった年だなっていうふうに思いました。東京に来て4年目になるので、もうここまで来たら東京に骨をうずめるつもりで頑張っていきたいなというふうに思います。